かかってこい。使っておこう。行くぞ。さあ、どうする？かかってこい。せい。どけ。さあ、どう出る。氷乱よ、巻き起これ。狙い撃つ。いくよ。マイル。していこう。とどう動く？さあ、どう出る。やられるものか。使っておこう。使え。いくよ。どう動く？使え。なかなか考えがいがあるね。さて、探らせてもらうよ。さあ、どうする？
どう動く？行くぞ。さて、どうしようか。炎よ、燃えろ。狙い撃つ。なかなか考えがいがあるね。さて、探らせてもらうよ。どこにいるんだ。狙い撃つ。なかなか考えがいがあるね。本気を出そうか。炎よ。どう動く？さて、どうしようか。私の番。なかなか考えがいがあるね。せい。よし。マイル。私の出番だな。どう動く？行くぞ。かかってこい。使え。さあ、どうする？そうだ。さて、どうしようか。
さて、探らせてもらうよ。さあ、どう出る？かかってこい。やりますな。若い者にはまだまだ。何者なんだお前は。ただの執事でございますよ。しかしこの勝負、私の勝ちです。何？これは、その腕は一発の盗賊なら、罪人の腕は別名愚か者の腕。盗みをしくじった間抜けにつけられる屈辱の証。外せ、今すぐにだ。外しませんよ、簡単には。当家の宝を狙うような腕自慢だからこそ、その腕輪は非常に高価。盗みをしくじった間抜けの証。あなたの誇りが許さないはずです。取引するには十分な材料でしょ。取引だと。当家に盗みに入ったこと、衛兵には届けずに差し上げます。誰だ？ご挨拶が遅れました。私はレイバース家の当主コード。そのお嬢様が盗賊を罠にかけて一体何を企んでいるんだ？その、実はあなたが狙ったその宝石は流石という、当家の流石。はい、当家には代々四つ。ここには一つしか。はい、私の両親、一度は全ての流石が奪われました。しかしヒースコートがこの青龍石を取り戻してくれた。それで、泣ける話らしいが。ですから、関係あるようにさせ、残り三つの龍石を取り戻したら。そういうことか。ごめんなさい。そうでも。大した玉だ。あんたも。そのような罠にかかる方が悪い、盗賊の。まあ、そのと。随分と詳しいようだが。その話はいずれまた。それ、引き受けていただけますか？もし。いいだろう。それはよろしいことです。
一杯おごってもらおうか。さ。ヒースコートに依頼され、俺を屋敷に忍び込むように仕向けた。ああ言えば逆に必ず行くだろう。やれやれ。おごりは2杯にしてもらおうか。ええ、やろ。ほう、なるほど。
の、デリオンさん。なんだ。その流石を取り戻してくれるようお願いしたのですから。取引だ。頼まれたわけじゃない。ですが。そうですよ、お嬢様。間抜けな盗賊が残りの流石は3つ。私が取り戻した流石は整理、その他の流石の名も色を冠しており、石流石、緑流石、その3つを取り戻せば。ええ、そのどうだかな。それで何か手がかりはないのか。ノーブルコートに住むとある学者が石流石を研究して。わかった、まずはそこから探ってみよう。あの、なんだ。道中何かおかしかったでしょうか。俺が盗みの依頼を受けることになった。いや、何でもない。なるほど。ほうほう。なるほど。ほう。なる。なるほど。
ほう、なるほど。ほう、なるほど。実はな、